つて対馬の振ることを記した。こたびは人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。猛虎は菰田の浜に降り立ちし時、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を食らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と合するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。クロードは恐れを知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。そして守り、これを知らねば戦には勝てぬ。防ぐことのできぬ攻撃もあるが、動きを見極めて回避すれば恐れることはない。クロードが扱う暗具の一つは、敵の動きを止めるクナイフ。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。神の癒しを得るべく、クロードは太鼓を打ち鳴らした。
侍は太刀をより代にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。侍の道を極めれば目にも止まらぬ勢いで敵を切り伏せられよう。八幡の怒り。クロードであろうと勝利の喜びはひとしおだ。だが思いは言葉ではなく仕草で表す。こっちだ。侍にとっての宝は誉れ、そして主。こうした勇ましき者の英雄譚は後の世まで語り継がれることだろう。助かった。貸せよ。おい。弓取りは弓を得意とするクロード。